はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちら境界戦記ロボット魂サイイドアメイン剣舞ですはいロボアニメ大好きな僕も楽しみにしてた「境界戦記」がついに始まって第1話も放送されましたが普通にむっちゃ面白かったっすね。でこの「アメイン」っていうのは境界戦記に登場するロボの総称で基本的にはパイロットは登場せずに遠隔操作で扱うのが普通の世界観なんですけど。 この剣部に関しては直接乗り込んで操縦するタイププラス第一話で主人公の相棒となった自立型 AI のガイが組み込まれていることでめちゃくちゃ強いんですよね世界観的にはちょっとコードギアスを思い出しますがアニメの中だと日本の政治政策の失敗のせいでうーわー思ったよりでかい日本が弱体化してそれによって4つの 国の勢力に分割統治されてしまって、あ、やっぱ大きいな。日本人っていうのがかなり、さりすまされている世界観で、その支配している軍人の点数稼ぎのために、主人公がテロリスト扱いされて、捕まるってところで、剣部に乗って反乱を起こすっていうね。工業デザインのデザイナーさんだったりとか、そういうチームの方々が、メカを動かすんだったら、こうだよね、みたいな思想のもとに、造形されてるんだって。なんで、関節とかが、 変わってる144分の1相当のガンダムのロボット魂と比べるとほら1.5倍ぐらい前行があるからやっぱおっきい最近のロボアニメだとバックアローも放送されておりましたがこれのブラーハイトも結構おっきいんだけどそれと一緒ぐらいかなで剣部本体プラス銃だったりとかバックパック兼手首パーツに細かい武装いろいろついてますね これで4950円か。割とお買い得な気がする。あれなんだな。ファーストガンダムみたいな、ちょい緑がかった白色なんだ。で、この3眼のね、目の部分とかもすごいっすよね。このように縦に動いて、ここはボールジョイント、そして腕関節は根元でボールジョイントだ。へえ。ー。で、ここまで、 引き出せるんだ。おぉすげえな。で、肩はここまで上がって二の腕ロール。肘ここじゃないんだよ。肘ここなんだよ。面白。で、こっちも動くわけね。で、胸は、おぉ、ここで軸稼働。ロールがここであるのにさらに根元からロールするから、ほら。 こんな感じに、なんかマトリックスみたいな、こういうめちゃくちゃな動きができるんだ。やっぱ面白いな。で、根元はロール、水平、で、膝可動はここじゃなくて、ここになってると。はぁ、あ、えーで、足首、ここボールジョイントか。で、つま先別稼働で、はあぁ、ちゃんとシリンダーみたいなパーツもついてるな。 なのでもう相当格納状態からなんかこうグニーンみたいな変わった形で入ってますけどで厳密にはもうちょっと違うのかここをまっすぐにした上で足前に持ってきてでこっちに格納ああなるほどなるほどこうしてこうして つま先格納と。おおほうほうほうほほ。で、開き手にするんだ。今ね、完璧に説明書通りになってる。で、ここのくぼみに腕を収める感じ。おお効果。おおめっちゃコンパクト。はい、これが中期形態で第1話にも登場したハッチ内に アメインが格納されてる状態とへーこんな風になってたんだコンパクトになるなでこっから来ると腰回転して足曲げてつま先も元に戻せば標準状態に戻りますよってことねなるほどね この白赤のカラーリングほんとヒロイックでいいな。これはライダーキックも、おーおーなんのその、変わったプロポーションだなほんと剣部。ナイトメアフレームっすよ。ランスロット、出るよく動く。各箇所これボールジョイントになってんのか。で、その、バルディッシュブレイカーの必殺技の、 このパイルバンカーみたいなシールドプラス剣もついてますので本編通りのアクションポーズをおーいいね再現することができると。これで1機目を倒してプロポーションすごいね。で2機目ガードしてからの攻撃みたいな。ハイブのコックピットハッチ ここか。おーここが開くのと、あとはここに行く、上降用ステップも、ここに格納されてるってことで、ほーなるほどね。あ、すごい。で、位置合わせると、後期で飛んで、飛んで、入れると。へー。こっからウェポンラックもハマるようで、これか。これ外して、これなんだけど、あ、一 ババラバラにするわけねなるほどここの隙間かここの隙間にはめてでこれはめて反対側はめるとパーツを挟み込む感じねほうほうほうであーなるほどあの予告 PV だと日本刀もこれね持ってましたからカチッとほう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 はまると。 あーなるほどしっかりはまった、はいこれでとりあえずの剣部のフル装備状態が完成とバックパックが入るとだいぶ豪華な感じになりますねはい全体ぐるっと見回すとこうでさらに上半身には縦剣うん日本刀型の剣とバレットが 改めてあでもクリアパーツは使われてないんだ目の部分塗装で表現でこの辺もシリンダーっぽいちょっと変わった造形になってんだよなこの辺りも工業デザインっていうのが意識されてるんだと思いますでも最近の,の G40 とかガンダムのあの辺も同じチームの方が作ってるんだったかな 似て、似たようなコンセプトですよね。で、これを、剣このまま余裕でいけるんで、あ、余裕でいける。だし、こっちにサブアームがあるから、こっちにもサブアームがあるから、こうして、サブアームから外して、こんな感じで、いいね相手の日本刀、重火器もあるのに、 はい、こういうような抜刀状態もいけます。で、こっから振り下ろし。ほんとよく腕動くなぁ。振り下ろしも問題なくいけると。で、こっからさらに銃外して、銃用の手首パーツなんかもついてますから、 オプション豊富っすよね。蛍光機関法って書いてありますが、このように、おかっこいいな。兵器入ると、武装状態なんかも、バッチリ決められますし、これで剣持ちながら、片手で、おーいいね良いねダダダダダっとね。 打つようなこういうポーズだったり両手持ちなんかもこの辺は余裕っぽいな重打ち状態なんかも表現することができますもうちょっとこうかこんな感じですねこういうようなナチュラルな武装状態なんかもありなんじゃないでもさっきみたいにちょっと上に 構えつつ、こういうのが、個人的には、好きかな。あとは魂ステージ用の、ディスプレイジョイントが、ここね、ウェポンラックの中の、ここの部分と、あとは下のここ。おー、ほんとだ。で、外したら、あとは自分の持ってる魂ステージをはめてあげれば、 はい、こんな感じで自分の好きなようにポージングつけて、台座にはめてディスプレイすることができます。なかなか有能っすね。ほんとオプションパーツ多いな。すごいな。謎が謎呼ぶストーリーって感じだったけどまだ。なんで剣部が廃棄されてたりとか、AI の害があそこにいた理由とかもわかりませんから、2話以降も楽しみに見たいと思います。これは、他のロボット魂出たら、アメインの 買うわ。 以上、境界戦記ロボット魂サイドアミン剣舞の紹介でした